あります。はい。サンデー側、ビジターの選手はですね、食事を取るものは、泊まってるホテルからケータリングといって持って運んできますが、この選手と同じものは食べませんのでね。はい。じゃあ、こちらからまた。
ポーツバー40名入りパーティールームとなっております。一般 の, あのチケットプラス一般というかお料理も一緒に頼んでもらうような形になって、パーティー形式のお部屋になります。ちょっとね、あの試合見るのにはあそこの窓しか見れないんですよ。はい、ライトを守ってる選手のお尻くらいしか見えないかなくらいなんですけど、まあ、誰か走ってますね。でこちらの壁側を見てください。こちらは1500のボール、サイボールを4K でできてるスライスとカーブボール。はい、そのね、スライディーって書いてあるの、スライディーが、ね、来た時に見てサインって書いたものなので、スライディーのサインです。先がね、ライト席に突き抜けております。はい、ライト席見てたら筒の先が出てるのがね、分かってもらえると思います。そしてここのピンクの筒のスタッフの後ろにあるのが黄色いホームランポール、ね、はい、ホームランポールが下まで突き抜けておりますので、ね、触ることができます。そういう形で、ね、変わった、ね、お部屋になります。野球見るのには見づらいので5画面で、ね、このそちらの映像が、ね、触れるようになっています。こういう形で本当に今日はね、Thank you.